はい、皆様こんばんは。口笛奏者をやっておりますようこと申します。今日はなんと YouTube で1000万回再生された足痩せトレーニングなんですけれども、まあ、普段私トレーニングするんですけど、まあ、ダンベルを使った負荷がかかった筋トレしかやっていないので、ちょっとこういうものに挑戦してみたいなと思いまして、今日はやってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずは足のクロスの運動ですね。20回やってみたいと思います。いきます。で、お腹に力を入れながらということでちょっとやってみます。20回です。1、2、3、この速さでいいのかな。4、5、6、7、8、9、10、うわ、きつい。11、12、13、うわ、きつい。14、15、16、17、18、19、20。はい、見ました。はい、はい、続いては片足上げのトレーニングですね。まあ、左右どちらからでも大丈夫ですね。じゃあ、左足から、左足をまず伸ばして、反対はちょっと足を立ててやっていきたいと思います。20回ずつですね。いきます。1、2、3、4、5、痛い痛い、6、7、8、9、10、痛いです。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。じゃあ反対、右足いってみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、わ、きつい。14、15、16、17、18、19、20。はぁ、かなり効きますね。では次の運動です。はい、次のトレーニングは内もものトレーニングだそうです。内もものこのここですね、隙間を作るトレーニングだそうです。ということで左右なんですが、じゃあ左足から行ってみたいと思います。で、10秒上げてから10回片足ずつ上げるということで、もうすでにきついんですがちょっとやってみたいと思います。まず10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10からの10回やります。1、2、3、うわー、これもお腹も使いますね。4、5、6、7、8、9、10。うわー、いや、もう10回でよかった。右足もいきます。で、10秒キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。10回いきます。1、2、3、4。いや、これめっちゃハードですよ。4、5、6、7、8、9、10。はい、いや、内ももにビシビシきますね。はい、ということで次の動作です。はい、では次はスクワットなんですけれども、普通のスクワットよりこうしっかりアニマタですね、ワイドスクワットだそうです。またこちらも太ももの内側の隙間を作るトレーニングになってるみたいです。では10回やってみたいと思います。いきます。1、こうゆっくりですね、ゆっくりの動きの方が結構効くと思うんで。2、ね、カニ股がね、やっぱ効くんですよね、普通のよりいいと思います。3、結構もう本当にプルプルするとこまで下ろした方がいいと思います。4、5、
6、7、8、痛い、9、ちょっと膝弱い人はフルスクワットじゃなくてハーフでもいいと思います。10、はい、ありがとうございます。では次です。はい、続きまして、次は片足ヒップブリッジという運動になります。お尻ですね、お尻に効くんだと思います。これも左右最初一緒にやってみたいと思います。まず片足立てまして、体は上半身は寝ちゃいます。そしてで上げて、こういう動きになるんですけど、常にこうお尻はこうべったりつけない感じみたいですね。で常にここぐらいまで下げてめっちゃきついんですけど、これでこう勢いでこうブラーンって上げるんじゃなくて、こうゆっくりお尻で上げていく感じだそうです。ということで10回ずつやってみたいと思います。いきます。1、2、3、あ、これ効くわー。4、5、お尻に効きます。6、7、8、9、10、うわー、きつい、助けて、痛いよお尻が。ということで、片方、もう片方右足いってみます。で常にここはつけないで10回いきます。1、こうなんか鏡とかでね確認できるとよりいいですね。2、3、4、5、6、7、8、9、10、はぁ、これね背中も効きますね。いやちょっと慣れない動きで全身効く感じでとてもいいと思います。ということで次です。はい、続きまして、先ほどは片足ずつでしたが両足のヒップブリッジやってみたいと思います。こちらもここは空間を空けてこういう感じですね。両足でも別に全然楽じゃないですねということで、10回やってみたいと思います。1、2、3、もう背中までめっちゃ効く。4、5、6、あ、きつい。7、8、9、10、いや、いい感じです。いい感じにお尻に効いてます。はい、次の動作です。はい、次のトレーニングは、先ほどやったワイドスクワット、この谷股ですね。で降りた時にかかとをこう上げる運動になっております。こういう感じですね。でこちらも結構ゆっくりな動作でやってみたいと思います。でちょっとバランス必要なので、すごいゆっくりした動作で10回やってみたいと思います。ではいきます。1で上げて戻して、2 震えますねこれは。3、4、ちょっと呼吸止まりがちなんで数えながら呼吸した方がいいですね。5、6、7、少し地味なんですけど効きますね。8、9、倒れそう。10、はい、できました。はい、というわけで、今日は足汗のトレーニング何種目かやってみました。ということで全部終わったので、軽くねこういうストレッチ全身ほぐして皆さんも終わりにしてください。皆さんもぜひ、口笛奏者と一緒に今流行りのトレーニング一緒にやってみてはいかがでしょうか。ということで、ようこでした。またねー。